教皇の前はあと一つの球を残すのみ。最後の創御球へと至る道の途中、シュンはある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。11番目の球の火も消えようとしている。もう時間がない。ここは僕に進ませてくれないか。シュン、この先の創御球で待ち受けているであろうゴールドセントは僕の師であるアルビオンの盾を倒した男なんだ。その男のところへたどり着くまでコスモを高めておきたいんだ。分かったぜシュン。だが無茶だけはすんなよ。大丈夫だよセイヤ。もう少しで創御球。だが奴らは創御球を通ることはできない。十分の支配を創御球を守る戦意、その美しさは88の戦意の中でも唯一と言われる。天と地の宝に輝き誇る美の戦士。そしてその美しさとは裏腹に最も恐るべき戦意。奴の前では聖夜と敗北を喫するだろう。聖夜、シュン、ここまで来れたからっていい気になるなよ。そんなセリフもう何度も聞いたぜ。ここまで来れたお前たちを倒せる。こんな攻撃では。お前たちに少しでも傷を負わせてやる。ゴールドセイントお前たちを葬りやすくするためにな。君たちがいくら邪魔をしようと、今の僕のコスモはそう簡単には消えない。このネビュラチェーンをしばらくの間眠っておいてもらうよ。奴らにこの私を倒すことは不可能。なぜなら創御球こそが奴らの墓場になるから。さあ時間はないよ。せい急ごう。それにしてもなんて綺麗なコスラなんだ。そんな攻撃では。あの星ドラム、この地球を見てみたい。なんだしら、ロマンチックなこと言って。地球には国境がないこと、この目で確かめたいの。一気にさ、地球の星、そこには国境なんてないのに。そして僕のような孤児が生き物だ。僕はセイントの力を、平和を守るために使いたいんだ。だったらシン、お前の体に宿るコスモの力を今こそ爆発させるんだ。宇宙開闢の力で教皇の悪事を止めるんだ。ああ、この星空の下、僕のコスモは高まってきている。褒めての日が11番目の日が残るはあと1時間。お前は自分の力でここまで来れたんだ。必ず創御球を取り戻す。ゴールドセイントを倒せるさ。セイヤ、俺はシュンドルと優しすぎるのに、セイントに向かない男だと思っていた。それは違っていたようだ。シュンはこの12球の戦いの中で俺の想像以上に大きな強に成長しているぜ。ありがとうセイヤ。おそらく俺たちは聖夜に勝てる。決して何もせずに道を明け渡すな。アンドロメダ氏、ここまで来たらもう理由はわかる。このアンドロメダのクロスは絶対に渡さないよ。奪い取ってやるさ。
て。ブラックアンドロメダイ、以前の僕の争い事は避けていた。でも今だ。今は違う。攻撃では。ブラックハングネビア。ゴー。顔に人の元を知る。えい。えい。強行を避ける。道を通るしかない。ブラックハングネビア。あなたを倒して進ませてもらう。なるほど。お前は争い事を避けると聞いていた。今日はどうやら戦いと言ってるんだし、ならばこちらとしても好都合。そのクロスの威力を拒むことができるのだからな。僕たちには時間がないんだ。死にたくなかったら今すぐに立ち去るんだ。距離を取ってここまでの力を持ったクロスの目の前にオメオメと立ち去れるわけがないだろう。ブラックアンドロメダ様、大丈夫ですか。ブラックアンドロメダ、やはり俺一人では時間がかかってしまう。お前たちの助けが必要だ。望むところで。な攻撃では。さあブラックアンドロメダ、あなたはもう死ぬ以上戦えない。命が惜しければ素直にそのチェーンをしまうんだ。さあ、シュン、勝負の時だ。